録してください、これから魚河岸町内の投票を始めます。この投票に際しましては魚河岸会の皆様、我々若むつみの会議にも参加していただきご理解の上行います、そして今日この日を迎えるまで心配で心配でしょうがないんでしょう。平井さんのですね、ご指示ご鞭撻いろいろありました。平井さんありがとうございます。そしてこの魚河岸会浪岡神社とコラボレーションするきっかけとなった今日土曜日だ、魚河岸会会長伊藤様、心よく受けていただきました。本当に嬉しかったです。魚河岸会さんのご理解なしではこのお祭りできませんでした。今日ここにご紹介する魚河岸会会長伊藤様よりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、この度浪岡稲荷神社様大祭に際しまして、私ども魚河岸会に対して私どもの宮神輿とともにこの築地の城内そしてご城内の渡御を行いたいんだというご要請をいただきました。私どもも今までいろいろとご講義をいただいた関係からこれは心よく受けるべきとして今日に至ったわけでございます。ご存知の通り私ども築地市場は来年の11月新しい場所へ移転が決まりました。またそこにございます養蚕場も関係先の皆様方のご理解とご協力のおかげで新しい豊洲の地へ遷座することができました。そして何よりも平成2年より四半世紀にわたって浪岡稲荷神社様と私ども水神社との関係はずっと続いてまいりました。そのご講義に感謝する意味も含めて今回はきれいに、しかも私どもこの場所での神輿の巡行は今回が最後になります。いろんな意味を含めてこの行事は完璧に成し遂げなければいけないわけでございます。どうか担ぎ手の皆様方にもお願いを申し上げます。整然と威勢よく気合を入れて巡行を心よりお願いを申し上げてご挨拶いたします。今日はありがとうございました。伊藤会長ありがとうございました。続きまして